ありえねえ。あら、どうしたの？難しい顔しちゃって珍しい。どうしたのってわかるでしょ。あれよ、あれ。少しの間とはいえ、わけのわかんないやつに記憶をいじられてたとかさ。マジでうかつつか、信じらんない。天才な私がとかまさかでしょ。どんな休暇よ。そうね、でも空域全体が何かおかしいみたいだし、防ぎようがなかったわよ。そして重要なのは、その恐ろしさを体感した私たちでこれ以上の拡大を防ぐことじゃない？誰か助けてくれ！ファスティバー、あんたさ、切り替え早くて羨ましいわね。ま、そうだよね。とりあえずやれることはやっとこっか。ビーチ内にはまだ魔物がいて、混乱は収まりきっていないわ。さ、手伝ってちょうだいな。むさばらしにはちょうどいいわ。ビーチのゴミ片付け、ちゃちゃっとやってやろうじゃねえ。ひとまず、あのおじさまは私が避難させておくわね。ここは任せてもいい？さっさと行きなよ。私の魔導球でここら一帯を大掃除するからさ。覚悟しな、しみったれた魔物どもが。蜂の巣にしてやるよ。エルバンスナタジー
ジかよ。これがいいんだ。したかな。さっきの怖いお姉さん。ちょっと何よそれ。こんないい女相手にそのリアクションはなくない。さっきほどはすみませんでした。それはもういいって。ちょうど今スカッとしたとこだしさ。っていうか空飛んでましたよね。山をあんなにいっぱい。すごいですね。魔法ですか。つまんねえ質問。やっぱどっか行っていいよ。あ、はい、すみません。ありがとうございました。それではこれで。あら、かわいそうに。飛翔術も魔導球もすっごい技術だもの。初めて見たら驚いちゃうわよ。天才ゆえの孤独ってやつ。我ながらかっこいい。ほらほら、そうトゲトゲしないの。あなたのおかげで魔物も片付いたんだし、リラックスしましょ。怒った顔も可愛いでしょ。とってもプリティよ。だからね。ありがとう。ま、とりあえずグランたちのいる船に戻ろっか。空域全体がヤバいんだっけ。みんなで一緒に行動した方が良さそうじゃん。そうね、私たちと同じ状況だった仲間もいるみたいだし、協力してこの事態を乗り越えましょう。